買う。ここ何？いらっしゃい。ジグをペブルスティックに変えてます。ドテラなんでちょっと糸が出すぎるとね、ちょっとやっぱり引き抵抗、サーディンウェーバーはあるんで、ちょっとこう潮に引っかかってくるんですよ。でちょっと気持ち悪かったんで、セミロングのペブルスティックにして潮抜けよくして、しっかりこう糸が出てからも動かせるようにジグ交換してます。で 150g 全然潮ないんで、今日ちょっと風強いんでね、少しでもこうジグを手前に落としたいんで、前にポンと落とすとその分1回目の底取りが向こう側行っちゃうんで、まあ1センチでも1メートルでも手前に落としたいから、船べりギリギリで落として、まあ糸が絶対まっすぐ立ってる方が確実にフォールはそのまま効くんで、さあ落とした分そのまま効くんでね、糸が前へ出ちゃうと船は離れてるしジグは遠ざかっていくことしてるんで、50センチの糸付け作っても使えるのが10センチとかになっちゃうんでね、だから極力糸が立つようなシチュエーションにしようとはしてます。次はペブルスティック150から200グラムにします。でカラーはゴールド、まずシルバーであまりいい反応がないから金に変える。こんな状態やから金を入れるとかじゃなくて、銀シルバーに対して良くないから金に変えるっていうイメージで、今あんまり潮が動いてない状態でこうピンポイントなんですよ。フラットをポコッ、フラットをキュッと駆け上がってるだけなんで、150だと落ちるまでにポイント通過しちゃうんですよね。だからちょっとシルエット大きくなってもそのポイントへ打ち直した時に早く落ちるようにジグ自体を重くして、魚に見せる回数を増やす、底を取れる回数を増やすと魚に見せる時間が増えるんで、やっぱ風強くなってきてね、船流れの早いんでちょっとのストロークだとね糸ふけ出ないんですよ。だからもう体横向けて竿を横じゃくりしてその分落としてあげたら食うかなと思ってやってるんですけどね、まあハイピッチのスローバンみたいなとこですかね。ちょっと竿のパワーだけでジグ滑らしてくわっていう感じ。潮が立ってる時に一番良かったりがあるんですけど、やっぱしっかりフォールが効いてるからですね。糸が立ってる時はさっき言った通りそのまっすぐ上げた分まっすぐ落ちるんでね、これが糸が出ていくともしくは入っていくと上げても船とジグが離れようとしてるんで糸吹きを取っちゃうんですよね。だからその分フォールさせる量が減るから食わせる間が少なくなっちゃうんで、極力僕が糸立てるように早めで落とし直してますよね。でまあ魚探の反応を見ながらいいとこが来るやろうっていう前に上げて落としたりとか打ち替えるっていう感じで、今はアクション小さめ、リーディングは入ってるんやけどしゃくる方の竿の手はゆっくり軽く、よりこう弱ったベイトフィッシュ、先の強いインパクトの時はまだ泳げるベイトフィッシュで大型の魚にアピールして、今はもうメインポイント外れてるんで小さいアクションで弱ってもっともっと弱ったやつで小さい魚でも口を使わせやすくするようなアクションっていうのをやってます。ふわふわっすよね。だからゆっくりやればやるほどより弱ったようなベイトフィッシュのイメージかな僕の中では。今はねここ結構地形に沿ってベイトがついてるんで今はあんま上げてないです。そこにいるグルーパーとか違うその底の方にいるやつをちょっと速い動きで棚刻んで遊泳力のあるやつ大きいやつが食えへんかなと思って、一回一回のねリールド竿のインパクト強めでスライドジグを少しスライドさせて大きいやつがボンと食わへんかなっていう誘いで、一応もう ポイント外れたんでここからはちょっと広範囲にやります。ちょっとベイトが固まってて、まあ、グルーパーがその周辺にいたとして他のその例えばコビアとかまあ、イケガツオみたいなやつなんかっていうのはクイーンなんかっていうのは結構回り回ったりしてることがあると思うんですよね。遊泳力のあるやつっていうのはだそういうのは棚を広めに見ながら浮いてるやつも絶対おるんでね。でまあ今日は結構そこから 15m ラインに反応多いんで20回ぐらい目安で、特大はねあんまり、まあ、グルーパー釣りたいしそこメインでやってはいこうかなと思っ
ベルトがね、こうポイントに対して濃いところがほぼ真上にあるんですよね、一番高いところの、まあ、潮ない証拠なんで、潮が動けばもうちょっと何かあるかなとは思うんですよね。ああいうクリーン系とかなんか多分早く動くもんね、反応すると思うんで、やっぱペブルスティックにして潮を切ってアクションさせたら一撃でしたね。だからこういつまでもね、こうそこでこうずっとスローにアクションしてても、まあ、魚の食い気ある時は食うんですけど、やっぱりああいう早く動くものを見る目を、ね、動くものを見る目を、早く動くものを見るのが得意な目を持ってる魚なんかっていうのは、やっぱこうやって早巻きでしっかり誘ってあげてポールで当てていくっていうのはすごい大事になってきますよね。あとまあその魚自体が大型になった時でも、まあ、そこでかけると駆け上がりとかそういう目にねするラインがするリスクがあるんで、15をねちょっとでも上でかけるっていうのがアドバンテージになるかなって。